えらいなんか特殊なパーティーやな、相手。基本的にうつろが刺さってはいる。いや、ナットの方が刺さりはいいか。初手うつろいと後ろナットレイ。どっかでトリルを張ってくると思うんだよな。さすがにこのパーティー。もしくは S6 上げの。いや、ザシアンにしとこうか。ストライクはさすがに奇跡でしょ？で、ヌオーかブラッキーのどっちかが食べ残しで、バシャーモが気合のタスキ。井上戦対戦よろしくお願いします。もうわからん。なるようになるか。ということで、どうもソスセットでございます。初手相手ストライクから来る。本日も、ポケットモンスター相談とシールドランクマッチの方をやっていくんですが、今日はね、特に何も思いつかなかったので、てか、もともとはトルネロスを使おうと思ってたんだけど、まあ、いろいろあり、紆余曲折ね。紆余曲折あり、まあ、結局、普通にランクマッチをやります。トルネロスがな、マジで使い方がわかんない。相手下がってくる。バドレックス。バドレックス。はあはあはあ。緊張感で木の実が食べれなくなるのはまあ、こっち的には問題なくて、入るよね、結構。弱砲。いや、意味なくないか。弱砲でバドレックスだって上取れることないでしょ。メテオビーム。最初ね、まあ、交代4でパワージェムから入ったんですけど、なんで岩タイプのウツロイドに氷タイプを合わせてきたのか。メテオビームを当ててくれる。オッケー、これで C1 段階、S1 段階。相手の持ち物は弱点保険でバレているので問題なし。で、ビーストブーストで S が上がって、これで C1 段階、S1 段階。さあ、ウツロイドが止まらんべ。相手出してくるのはヌオー。ここなぁ。草結びを打ちたいんだけど、ヌオーが、HD ぶりだった場合、おそらくウツロイドの草結びじゃ落ちないんだよね。オッケー、落ちた！5つ目か。あ、てか、そう、草結びって5つ目触るんだよね。それ知らなくてさ。ってことは、ブラッキーが食べ残しで、ヌオーが、まあ、自己再生あるから5つ目でいけるかなっていう感じかな。あ、確かにヌオーの5つ目。もしかしたらいいかもしれんな。コウさんが選ばれました。うつろいと三立て劇場。終わり！さあさあさあ、初手。初手壁張ってきそうな気するから、ズガドン。いや、でも不意打ちで削られるのが嫌だな。いや、でもな、特殊型が多いから、納豆に放射を合わせてくる可能性もでかくて。まあいいか。で、バンギだったらエンパあるんだよな。さっきな、炎の。いや、待てよ。いや、逆にいいか、これで。ラストは、ザシアにしとくか。オッケー、これでいこう。多分、うん、初手、ランドか、なんだっけ。アモイさんですね、よろしくお願いします。ランドか、ゴリラだと思うんだよね。
ということで、今日もソースセットでございます。本日もポケモン剣盾ブラックマッチの方をやっていきたいと思いますが、ドラパルド初手、ドラパルドで、後ろにノーマルタイプはいない、バンギ以外なら問題ないんでシャドボ打ちますが、壁を張ってくるか否か。こっちスカーフ持ちだから一応上は、まあ光の粘土とかだったら上は取れてるんだけど、取れてるんだけど相手考えてくるな。こっちがスカーフか否かだよね多分。読むとしたらシャドーボール上から通る、光の粘土ならワンパンで落とせるとは思うが、オッケー、でかい。まあまあまあ、こっちのスカーフがバレちゃったんでちょっとビーストブーストね無駄に取っといてもいいかな。相手ここ後ろからバンギがいれば即決バンギでいけると思うから、これはいないと読んでいいのかな。このねパリピ、うわー、ザシアンか。ザシアンか、シャドボで、いやー待てよ、ここでズガドーンを大事にしなければいけないのか否か。落ちないんだよね結局。だったらここナットに下げて相手打ってきてもじゃれつくでしょ。ん、違うな、なんかウェポンあんのか、もしかしてウェポンなかった、ワイボか。アドアドアド、ダイバド。これでビーストブーストで上がった分を無駄にしてはしまうんですけど、これでザシアンてかもうズガドンでザシアンを完全に縛れたので、後ろ何出てくんだろうな、わかんねえ。とりあえずヤドリギでインファ打ってきたら、インファ打ってきたで別に構わない。で相手の立ち回り的にゴリランダーがいなさそうな雰囲気あるんだけど、ザシアン引っ込めてランド、ランドか。まあ、ランドスカーフだったとしてもね、ヤドリギを入れる、オッケー、偉い。で、これトンボでわざわざ HP を削ってくれるんであれば、それはそれでアド。このパーティーのね、ランドはさすがにスカーフだと思ってるんだよな。切ってくるならトンボだとも OK、 守るが通る。ステロを巻いてこられると鬱陶しいけど、自信、ほうほうほう。まあオタク的にはラスワンザシアンだと仮定しても一貫してるからね。ここ独特入れていきましょう。自信、ワンパンで落ちることはないと思ってるんだけど、あ、勝った、硬すぎワローチ。ドクドクちゃんと当ててくれる。あとはもうこれ守ってるだけで勝てるゲームなんですが、相手からこれといったウェポンがないんであれば、ここをザシアンバック読んでヤドリギ打ちますか。多分この HP だったら十分マジフレで落ち、いや落ちないかな、文字打たなきゃいけなくなるかな、わかんない。できればもうちょっと自信で突っ張ってくる。オッケーオッケーオッケー、ならいいならいい。ここでランドの HP 削ってくれるんならだいぶうまい。さあここヤドリギでネチネチと回復しながら相手に毒ダメをかさませ、ワンチャンここ守る通れば相手死ぬんだよね。まあどっちにしろもうズガドンのマジフレの一環が取れてるんで、ここは問題ないでしょう。降参選ばれました。いやもうこれはナット3立てでいいでしょう。